後崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということで、第4戦、終わりましたということでね、11月1日水曜日、ね、阪神対オリックス、日本シリーズ、第4戦、なんと結果から言うと、4対3、阪神のサヨナラ勝ちでございまーすね。ただいま、日刊スポーツの評論をね、言ってまして、今終わったばっかりで、駐車場の車の中で、撮影をしています。ちょっと周りがね、黒いんで、なんか、お化けみたいな感じになってますけども、ね、こんにちは、佐々木です。ね。ということで、日本シリーズのね、解説をしていきたいと思いますけども、何回も言いますけども、99.9% の皆さんには全く関係ないですけども、そこの見てるあなた、ね、勝手に佐々木チャンネルの、佐々木の発言、ね、切り抜いて、あなたの媒体のネット記事に上げるのはやめてください。お願いします。ね。そんなに佐々木の意見儲かりますかっていうね。取材いつでも受けますので、連絡お待ちしてます。さあ、ということでね、振り返っていきましょう。ということで、もう今日のね、試合のお題はね、もうこちらしかありません。ミス合戦。これです、もう。もうサルカニ合戦じゃないよ。ミス合戦。ね。もうこれがもう、今日の、まあ、今日の試合というか、ここまでの日本シリーズね、ほぼほぼミスをしたチームが負けてね、まあそれをね、しっかりついていって得点に結びつけるっていうね、その力がいるんだけどもね、まあ初戦もね、まあこれは岡田監督が言ってるけども、ね、ピッチャーのフォアボールはエラーと一緒だっていうね、野手の。初戦はね、山本が打たれたっていうのもあるけども、やっぱりそこにフォアボールが絡んでたっていうところもあるし、ね、2戦目、あの宮城の好投っていうところがね、あるけども、西のね、牽制悪送球からの失点、そしてね、フォアボールからのね、失点っていうところがね、阪神投手陣にもあって、で、昨日の試合はね、伊藤正史のバントね、セカンドへの悪送球っていうね、ところがやっぱり勝負どころのね、失点に絡んでいって、で、まあ、オリックスもね、山岡のフォアボールっていうところでね、失点に絡んで、まあ、最後はね、昨日はオリックスが勝ち切って、今日ももうなんとね、ミス合戦、お互い4つのエラーっていうね、ところでまあ、見えないミスもあったけども、ね、まだ振り返っていくとしたら、まあ、先制ね、1番ね、近本がレフト前、中野が送りバントを決めて、まあ、ここら辺はね、やっぱこのね、なかなか盗塁をね、警戒されてる中で、ここまでね、盗塁をしきれてないっていうね、ところで、まあ、佐藤のやつはね、無警戒だったっていうところがあるけども、やっぱここはね、レギュラーシーズンだったら近本に走らせてっていうところもあるかもしれないけども、やっぱなかなかね、それが生きてこないっていうところできっちり送りバント。で、森下がね、あの、レフトタイムリーツーベースで先制するんだけどもね、ここちょっとね、森が丁寧に行き過ぎたっていうか、近本に対してスライダー、フォーク、カットボールっていうね、変化球をレフト前ヒット打たれて、で、続いて中のね、送りバント。で、森下に対してもスライダー、フォークっていうところでね、左中間を抜けるタイムリーツーベースっていうところで、このね、二人の打者、まあ、中野はね、送りバントだったんで、二人の打者に7球投げてんだけども、全部変化球っていうね。で、そこをしっかり仕留められるっていうところで、まあ、その後しっかり切り替えてね、大山のところではストレート、フォーク、チェンジアップっていうところで三振に切り取ってね。で、その後もね、ノイジーのところもしっかりストレートを使いながら変化球っていうところで、まあ、ストレートをね、しっかり使い出してからは、いいピッチングができるようになってきてるんでね。ちょっと立ち上がりのね、変化球に固執しすぎたっていうところがね、先制点ね、オリックスとしては奪われるところになったんでね、ちょっと配球的にはもったいなかったなっていうところもあるし、逆に阪神からするとね、いい形の先制。で、その後ね、2回にね、先頭4番頓宮からのね、センターフェンス直撃のスリーベースっていうところもあるけども、これやっぱりね、センター近本がね、フェンスに近すぎて、クッションミスしてスリーベースにしてしまうっていうね、これまあエラーじゃないけどミスだね。でも本拠地だからね、これはもう言い訳は聞かないっていうところで、あとやっぱ頓宮ね、足の怪我がまだあるっていうところで、そんな全力で走れない中、スリーベースに行かれたっていうところはちょっと痛かったし、で結局ね、ゴンダレスは三振。で、この時点で内野前進守備になって、紅林のね、インコース詰まりながらライト前ヒットってなるけども、これね、前進守備じゃなかったら取れたわけ。っていうところを考えると、頓宮がセカンドまでにいたらね、この回失点してなかったっていうところで、こういったところもね、一つのミスっていうところがね、まあ同点に繋がっていくと。で、続いてね、2回裏、阪神もね、すぐに1点勝ち越しになるんだけども、ここもね、佐藤、坂本連続三振打ち取って、まあ、木の実のね、セカンドボテボン内野安打。これはね、どんなに頑張ってもファーストはね、アウトにならないっていうところで、ランナー出すのは仕方ないにしても、その後、再起をフォアボール。これが痛い。ね、岡田監督曰く、フォアボールはピッチャーのエラーと一緒やっていうね。で、その後、近本にね、レフトの勝ち越しのタイムリー打たれるんだけど、これもね、ツーアウトだから、木並みね、もう思い切って回ってくるんだけども、セカンドからね、タイミング、完璧アウトなのよ。完璧アウトなんだけども、レフトの広岡がホームでね、中途半端なワンバン。ね、はっきりノーバンなのか、はっきりワンパンなのかだったら、森も処理できてたはず。でも、あんな中途半端になったら、さすがにキャッチャーも難しいよ。ね。取らなきゃいけないかもわかんないけど、あれは難しい。で、完全タイミングアウトなのに、その中途半端な送球になって、
結局1点をやってしまうというところで、この2つのミスがね、この回起きてるわけ。オリックス的にはね。5回の裏、近本がセンター前。で、中野がね、また送りバントをしたところ、山崎幸也がね、ファーストへ悪送球。で、ノーアウト1塁になって、ここでね、森下のところでピッチャー比嘉に変わって、ショートゴロ打ち取るけども、まあ、ダブルプレイ取れずね。で、ワンアウト1、3塁で残って大山のショートゴロ。これもね、三遊間ね、いいところに飛んで、ここもダブルプレイ取れずっていうところで、1点取られるっていうね。結局ここもね、ミスで、3対1。これでね、もうほぼほぼ、このまま阪神がね、勝ち切るんちゃうかって正直思ったんだけどもね、7回表、ね、先頭広岡のサードゴロ、なんと佐藤がファンプレール。まさかの。で、そっから代打セディエノがレフト前ヒット。で、中川がオリバンドを決めて、ワンアウト2、3塁からね、まあ、ここもね、際どいところ見逃して、最後甘く入ったところをね、切り式から、胸が、センター横でね、同点タイムリーヒットっていうところで、2点入ってね、まあ、ここもね、結局このね、もう普通にサードゴロさばいたらね、1点も入ってなくて、そのまま勝ってたところを、ミスでね、ピンチになって、で、そこをね、胸がね、しっかりタイムリーを打って、同点になってね、問題の9回よ。でもその前もね、結局ね、ミスっていうところで言うと、ね、7回もね、糸原がショートの内野安打、で、近本のね、センターフライ、中が落球、まさかの。で、ここでね、中野の送りバント失敗、これ痛い。ミスをミスで返すっていうね。で、ワンアウト一塁になってね、森下ファーストフライ。で、大山三振でね、ここ、小木田めっちゃ頑張ったね。ほんと最後の大山のスライダー、めちゃくちゃ素晴らしかったね。よく踏ん張って、まあ中川をね、助けたなっていうところもあるけども、これミスをミスで返すっていうね。で、今度ね、8回表、紅林がね、センター前ヒットで、よし、これでね、ミスをね、防いだ、ピンチの後にチャンスありっていうところでね、ここでなんとか得点していくんやっていうところで、まさかの野口がスリーバント失敗でアウト。で、広岡がね、ここでエンドランを決めて、センター前ヒットでね、まあ、スリーツーのカウントだったんでね、まあ、ラインドヒットの形になって、1、3塁になって、ね。で、ここでね、小田から代打 T 岡田。で、T 岡田になった時にね、島本が出てきて、ピッチャーね、石井に変わって。で、T 岡田に変わって、足立。っていうこと考えたら、これそのまま小田でもよかったんちゃうかっていうね。だから T 岡田使わ、ね、なくてもよかったしね。で、島本出てきて、足立でよかったんちゃうかって。もっと言ったら、小田で、よくね、ロッテのね、去年の終盤とかクライマックスシリーズあったようにね、島本のままだったとしても、セーフティースクイズだったりとか。そういうのがね、絡みでね、できてた可能性があるっていうところで、まあここね、足立になって、最後フォークボールね、サードゴロになるんだけど、あれ、紅林もゴロゴーだったんだね。正直俺、ギャンブルスタートぐらいで勝負かけてくるのかなと思ったけど、ゴロゴーだったから、結局スタートもね、そんな早くなかって、本塁で噴死しちゃったけどもね、ここら辺も野口がね、しっかりバンドを決めてたら、ひょっとしたらね、その後1点っていうところがね、入ってたかもわかんないのに、やっぱり取れるべきところにね、取らないとやっぱこうなるっていうね。しかも自分たちでミスしてしまうっていうね。ところでは正直攻撃的にも、まあお互いね、タイガースもそうだったけど、お互いもったいないよね。これバントっていうところではね。で、最後はね、なんと9回ね、宇田川からワゲスパックに変わってね、先頭ね、井戸原はなんとかね、3、2のカウントまで持ちって、最後見逃し三振。で、ここ近本フォアボール。もうここら辺でよ。もう、オリックスファンの皆さんどうでしたかね。阪神ファンの皆さんどうでしたかもう俺は見てて、思ったのは一つだけ。いや、もうストライク投げれんのみたいな。頼むからストライク投げてくれ、みたいな。もう打ち取るとか打ち取らないとかじゃないもんね。ストライク投げてくれだから。そりゃなかなか厳しいよ。この大事な場面で、望むことがストライク投げてくれってね。そのピッチャーはね、正直ね、厳しかったね。で、近本フォアボール。中野の時に、ワールドピッチ2発っていうね。これもう盛り止めれないよ。1個目は 100% 止めれない。まあ、2個目は頑張ったら止めれるけど、めちゃくちゃそれで言ってたからね、正直ね。で、まあ、ランナー3塁だってね。で、敬遠するわけよ。中野と森下。もうこれ見たときに、いや、これもう完全押し出しで終わりっしょ、みたいな感じになったけどね。まあ、なんとか踏ん張って、最後ね、大山がレフトへさよならヒット打つっていうところでね。まあ、大山もね、ずっと言ってたけども、ね、短期決戦っていうところはね、どれだけ打つかより、いつ打つかっていうところで、このヒットがね、明日以降のね、大山が怖くなったね。正直。これでね、一気にグワッて来て、ホームランとかね、ある可能性十分あるからね、明日。明日はちょっとホームランね、大山の一発ではね、ちょっと警戒した方がいいんちゃうかっていうところでね。本当に両チームね、攻守にわたって、記録に残らないミスがちょっと多すぎるよね。全体的には。そういったところでね、最初言ったようにもうミス合戦になってるわけ。だからまあ明日以降も含めて、どれだけミスしないかがね、大事になってくるんじゃないのかなっていうところと、やっぱオリックスは山崎総一郎がいないっていうところでね、まあ宇田川もね、2連投になってるし、明日ね、ピッチャーが田島、大竹っていうところでね、
田島がどこまで長いイニングでも長いイニング投げられないよな。6回ぐらいやんな多分イメージ的にはね。そうなってきたらまたリリーフピッチャーいるっていうねところもあるし、ちょっと山崎総一郎ね感じがちょっと心配だね、どうなるかっていうところとね。あとまあリリーフといえばね、まあ今日は山岡入ってないからね、まあどういう風なまた順番で投げさせていくのかっていうね、ワゲスパッカーしていこうどうするのかっていうねところもあるし、そこら辺はねリリーフが不安だね、オリックスはね。でもまあね、今日の試合本当全体的に見たらね、この阪神が勝ったっていうところは大きかったし、やっぱ短期決戦っていうのは流れが変わったらそのまま一気に持っていかれるっていうところでね、こうオリックスが勝ったらそのまま行く流れだったけど、ここで阪神が踏ん張ったことによってね、また一気に阪神ムードのね流れになってきて、明日ね大竹っていうところでまあ緩急使ってくるっていうねこと考えた時に、これはちょっとねこの流れっていうのはね怖いね。やっぱね自ら話すとねもう一気に戻ってこない可能性もあるし、やっぱりミスっていうところがね非常に痛かった。でもまあね阪神の方もねミスした、でもその中で勝ったっていうところが大きいんだよね。まあ勝てばねまたしっかり修正してやっていこうっていうところでね救われるから、まあ最後ね岡田監督ももうね佐藤を諦めて糸原をねサードの守備にして、まあなんとかねミスしないようにっていうところでまあいろいろね動いたっていうところでは、まあそこも功を奏したかなっていうところもあるし、もうね中島さんもいろいろ動いてねなんとかっていうところはあるけども、まあ最後はもうちょっとね自滅感あったなっていうね、もうど真ん中投げます、あとねミスショットしてください状態だからね、それはさすがになかなかきつかったなっていうところもあるから、まあ全体的にはミス合戦だね正直ね。でもねここで一番大事なのがミスしてもそれを掴める強さがあるかどうかが大事だから、そういった意味では阪神がね相手のミスをついて最後はしっかり得点に結びつけて掴んだ。逆にオリックスはチャンスもあったけどもね、最大のチャンスも8回あったけどもそれを掴みきれなかったね。まあ野球だからねミスは起こるから、それはミスしないでね戦えたらそんなねいいことはないよ。フォアボールも出さない、ミスも出ないね、そんないいことはね、その起きては最高だよ。でもねこの最高の日本シリーズってなった時にね、プレッシャーもかかってくる、緊張感もあるっていうところでね、それはミスも起きるかもしれない、でもその起きてもその後ねこれ小木のように挽回してね素晴らしいピッチングができるのかね、逆にねミスしたところをしっかりついて得点にできる力があるのかね、これが勝敗に大きくね影響してくるっていうところで、今日の試合で言うとねその阪神がねミスをしてもねしっかり粘ってね、なんとか踏ん張ってね、最後相手のミスをついて確実に点を取るね、これがやっぱこれで勝っていかなきゃいけないからね、そういったところねついていくのも大事だからね、そういったところで言うとね、まあ最近はねこの指がねちょっとこう親指のところがねちょっと引っかいちゃってね血が出てっていうところもあるけども、まあなんとかねこの2回のね一失点で、防げたっていうところではね、5回95球5安打6三振3四球1失点非常にね、踏ん張ったし、まあ、山崎幸也もね4回75球6安打5三振1四球ね3失点、まあ自身のねエラーが非常に痛かったなっていうところとね、まあフォアボール、ピッチャーにフォアボールっていうところはねちょっと自分の責任はね大きかったかなと。まあその後ね、まあ桐敷がねその失点してしまうっていうのもあるけどもね、石井島本をね、で湯浅ね今日復帰こう1球でね終わって、また気もよく明日もいけるやろうってね、でその後ね岩崎っていうところでリリーフがねやっぱしっかり踏ん張ったっていうところもね非常に大きかったし、逆にね、オリックスはね、そこをねしっかりつけなかったっていうね、ところが一番大きなポイントだったかなと思います。ということで今日のね阪神の MVP は、そうだね、今日勝った阪神の MVP は誰かな、石井だね、やっぱりリリーフのこの7回ね表ね、ワンアウト一塁で、頓宮のとこからね、石井が変わって、頓宮ゴンザレスのね、ピンチの場面、ここ一本打たれてたら本当終わってたからね、そこをしっかり抑えて、ね、で、しかもね、回またぎでね、まあ、ピンチもね、作ったっていうところもあるけども、ね、この島本ね、湯浅、だからこのね、石井、島本、湯浅、この3人だね、今日のね、MVP はね、ここリリーフね、終盤ね、ピンチも作ったけどね、お互いが協力してね、全員でこのピンチをね打ち取ってね、被害をね拡大しないで失点を増やさなかったっていうところでね、この踏ん張りはね、大きかったんじゃないでしょうか。そしてなんて言ってもね、明日怖いのはね大山、この一本がね全てを覚醒するからね、
非常に怖くなる存在だなっていうところと、まあ今日近本が3本打ってね、その後中野がね、それをしっかりバントで送るっていうね、流れもできたから、まあね、近本が塁に出ると、やっぱりいろいろね、塁を逃げ合わせて塁が回ってくるなっていうところのね、まあ怖さをね、感じたかなっていうのもあります。オリックスはね、ほんと中川、宗、森ね、頓宮と1、2、3、4ね、ヒット出て5番のゴンザレス、6番紅林、もうね、ヒット出ていい感じでね、12本打って回ったけどね、結局最後のね、欲しいところの1本がね、出なかったなっていうね、ところはね、非常に痛かったかなと。だから4回もね、ゴンザレス、野口がね、連続フォアボールでね、ワンアウトに一塁チャンス来るけども、広岡がね、1本出なかったっていうところもあるしね。まあ8回のところもね、ワンアウトで3塁から代打足立1本出ない、中川もその後ね、1本出ないっていうところもあるし、7回もね、チャンスもありながらね、最後頓宮ゴンザレスが1本出ないっていうね。で、9回もね、2アウト2塁まで送ったけど、ゴンザレス1本出ないっていうね。ヒットは打ってるけども、ね、何回も言ってる。どれだけ打つかより、いつ打つかだから、ね。これを今日はね、阪神タイガースが体現できたんじゃないのかなと。逆にオリックスはチャンスをいっぱい作りながらもね、ヒットは出てるけども、いつ打つかのその時っていうところがね、しっかり打てなかったっていうところがね、この1点差のね、敗戦になったんじゃないでしょうか。ね。やっぱ明日もね、ミスした方が負けます。ね。しかし、それをね、掴む力がいります。ね。2勝2敗で迎えた明日ね、大竹、そしてね、田島の両左腕の戦いね、どういうピッチング、どういう試合がね、展開されるのか、ぜひ注目したいと思います。佐々木明日、アベマで解説しますんで、ぜひ皆さん、アベマでね、佐々木の解説聞いてください。で、コメント欄もありますからね、皆さんのコメント拾っていきますからね、ぜひコメントして、相互でね、お互いわからないことは聞き合ったりね、楽しい放送にしていきましょう。それでは明日、アベマでお待ちしてます。それでは、